三鷹の学校は川の中、そっと覗いてみてごらん、そっと覗いてみてごらん、みんなでお遊戯しているよ。よし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 。いやーですね、ちょっとですね、一生懸命やってんだけどダメですね、これ。ダメかな、これ。あのね、ちょっと考えたんですけどね、やっぱりあれですよね。なんだろう。若い人と、その、利害関係がある若い人と遊ぶのは、時は、やっぱりね、ちゃんとね、ケチな姿は見せない方がいいですよね。もうそういう話がどんどん回ってくるんですよね。なんで私のところに来るのかもよくわかんないんですけど。だからね、要はね、あれなんですよ。やっぱりね、おじさんっていうかね、おじいさんになるとね、どうしても、あれなんでしょうね、そういう利害関係があるところは嫌われちゃうから。ね、そりゃさ、その人の本当のね、あれなのじゃないのかもしれないけど、やっぱりね、まあ、いや、本人のその、あれだな、人格によるとこ大きいんだな。人格がね、しっかりしてればね、そんなね、そんな嫌われないもんね、人間。だそういうことなんでしょうね。だからね、もうね、若い人をね、誘ってなんかね、やるとかね、で、いい気になるのをやめた方がいいよね。もう年なんだからさって、同い年ぐらいの人と遊べばいいんですよ。ね、で例えばね、僕だったらあれですよ、ゴルフ会員権を買って、ね、お金があったらですよ、そんなお金ないですけど、ゴルフ会員権買って、そのメンバーの人と交流を深めるとかね、大体同じぐらいの人なんですから。でね、ゴルフ会員権買えるぐらいの人なんだから、まあ、裕福であり、ね、その社会的地位もある程度あるわけですから。そういう人とね、人脈を作るべきなんですよ。でも私はそうしますけどね。まあ買えないけどね、ゴルフ会員券なんです。その高い買い物ね。そうなんですよね。いっぱいいるんだけどね、餌になる魚が。なんで釣れないんだろう、これ。以上で、編集長。